どうもフロゼロと申します。本日は大海賊エドワードニューゲート使っていこうかなと思います。まあ、今回は白ひげがメインというよりかはこちらのメダルですね。イベントメダルベガフォース1メダルが登場ということで、お宝ダッシュ中の敵に攻撃した時スキル1 3% 短縮っていうことで、まあ一番合うのはジャブーラとかになんのかなって思ってるんですけれども、ジャブーラのレベルがねまだ80とかなんで、今回はレベル100でつけれる、白ひげでねやっていこうかなと思います。で、編成はベガフォース1ベガフォース1で、こちらのね釈迦メダルですね。敵から攻撃された時 100% の確率でスキル 1-2% 短縮っていう、スキル短縮速度も増加できるし、でスキル1もガンガン回せるっていう、使った感じ釈迦メダルが強いなっていういや、まあもちろんこっちも強いんですけど、まあなんか、白ひげには釈迦メダルの方が合ってるのかなっていう風には思いました。ただ、本当にこのメダルはね、希少性高いんで、もう全然ね、この後の環境とかで刺さる場面もあったりすると思うんで、もう必ずね、使うようにしていただけたらなと思います。白ひげの、まあ解説は、とりあえず、まあ振動状態付与できて、スキル2が自陣旗すべてに攻撃できて、で、スキル1が防御力無視になってるみたいな、まあそんなキャラになっております。結構ね、歌とかも見れて、なかなか強いキャラなのかなっていう風に思いますね。はい、まあそんな感じでもうやっていこうかなと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。はい、じゃあね、今回はニューゲート使っていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。バシャヒルバスタですね。ウタかシャン、どっちか取るか譲り合うぜ。じゃあ私いただこうかな。真ん中はまあ取られるとして、とりあえず二陣キープって感じですかい。まあこのキャラは基本的にスキル2の遠距離にシールド、まあ、自陣旗すべてに、シールドを出現させるだったりだとか、あとはま、シンプルに振動状態を付与することができたりするんで、それをうまく使って戦っていくっていう。で、今回つけてるメダルが、スキル1短縮ということで、敵がお宝ダッシュしてる時に攻撃すると、スキル1がガン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 短縮されていくっていうような、そんなメダルになっているんで、まあ、結構刺さる部分あんじゃねえかな、みたいな風に、思っているんですけれども、無敵スキルの防御力無視の方ですね。あそこちょっと援助してあげたいな。一発二発の三発、一発二発の三発四発。で、あ、シャンクスやられちゃったね。スキルに多分使ってくると思うから、その時に、一発二発、あーでも硬いな意外と。スキル1打っといて、はいはいはい、こうなったらね多分勝てる。スキル2発動、あ嘘、全然入らないな。一発二発、一発二発の三発、よーし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 よし、はー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 、何、いやもうこの回復腹立つな。一発二発の三発、一発二発の三発、いやー今の三発目打たない方が良かったね。一発、あーマジか、ちょっとね、やばい。とりあえずスキルに発動。ごめん、お疲れ様、まだ諦めんなって。ちょっと待ってくれよ。一発二発の三発。よし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 。巻いてる。けど、もうちょいうまくやりたい部分もある。ちょっとね、かぼちゃは大丈夫。ジャスト回避。一発二発の三発。痛い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 。でも、敵虫ダッシュできないから、ナイス。娘狩りと行きましょうか。通常合わせのスキル1。はいはいはい。あれ守れてる。あれ意外と守れてるな。じゃあここスキル2でカバーしといてあげて。いいぞ。いや、でも、これどうだろう。一発二発の三発四発。よし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 。一発二発の三発。ジャスト回避。一発、なんかよくわかんないけど、でもなんか耐久できてんだよな、普通に。ナイスカムサリ。いや、あの二陣我慢したの、だいぶでかかったんじゃない？ルフィ、帽子を返してもらおうか。あいだ！いや、マジか！ジャスト回避、一発二発の三発。これが、スキル1、痛い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 。ちょっと、スキル1短縮できてるけど、できてんのが、ちょっと重くなってる部分あるな。一発二発の三発で真ん中は多分大丈夫。あれ強いな、普通に。ああ、もういいや。一発二発の三発、ちょっと重くなっちゃってるけれども。いや、まあ、あんな感じで、やられたくなかった。まあ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 。あんな感じで、スキルがやっぱ強いですね。ありがとうございました。あ、で、このメダルね。一発、はい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 、大丈夫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 。一発、一発からの、スキル2発動からのスキル1で多分止めれる。スキル1、はいはいはい、一発2発。いや、いいね、いった。あー、ちょっと待って。それじゃないか、一発2発。よろけむごめんのいだ。もうスキル1、はい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 。で、ここスキル2発動。はい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 。ちょっと待って、エースよ、やめようぜ。一発二発の三発、ジャスト回避。いやー、押したんだけどな。
これ回避もらっといて、一発二発からのスキル1。はいはいはい、一発。あ、というかあれじゃん。歌のスキル中、状態上効かないじゃん。オーバーキル。じゃあ、E1連の方行っといて、いや、どうするべきだ。C1では多分ルフィが行ってくれてる。で、真ん中が、あ、エースじゃないか。ヤマトに変わったね。あそこ、いや、どうする?とりあえず、ちょっとね、このタイミング、あ、ごめん。多分、あ、ごめんなさい。まあ、そういう時もあるよね。一発、一発。で、これが、スキルの、今回の、あー、バカ。おー、ラッキー。一発、二発の三発。で、今回のメダルの強みがこれです。その、攻撃されてる時に、ちょっと待って。でも、普通に取られちゃうの。一発、二発の三発からの、あ、ケイ、ありがとうございました。いや、なんか、短縮できてもっていう感じですかね。さっきのはちょっとね、ロジャーに執着しすぎてたっていうのと、あとやっぱりちょっとスキル1を脳死で打ちすぎてたかなっていうのは、ありますね。ロジャー、緑ロジャーよ。多分な、それ遅いんじゃねえか。これ先に私 D 取った方がいいかな。とりあえずちょっと待って、スキルに発動しといて、はい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 、じゃあ D 地点の方でも取りに行きましょうかね。やばい、ちょっと待って、やめてくれ。ここ取っといて。スキル1は苦手です。言いたくない。一発二発の三発。よーし、よし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 。苦手を克服しました。ニューゲートです。とね、真ん中、あ、もうあれ、どうせ間に合わないな。これ私の方来んの?お宝を守ろう。いや、この、いや、ちょっとさすがにしんどいですよ。いやいや、しんどいって。きついって。これ回避から入りの通常、あれ?打てなかった。マジか。じゃあスキルに打っといて、ここスキル1ももう打っちゃいいの。一発二発の三発で中入っといて、一発からのスキル1、はいはいはい、二連打しといて。いや、なんかゾロ厄介だな。厄介というかちょっとめんどっちいな。一発二発の三発、なんで回避できんだ。スキル1、いやー、もうなんかわからんわからんわからん。スキル2発動、なんか意外とでも守れてんのよな。一発二発の三発、はい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 、ゾロめ。ちょっと待って。どうしよう。真ん中。ちょっと待って。ゾロが厄介なんだよな。よし。気合のスキル1。じゃあ1点貯めましょうかね。あ、ブルーノです。あ、もうロジャーでいいや。マジか。ロジャー。ちょっと待って。1発、2発の3発、4発。あ、ちょっと短かった。3発、あ、ちょっと長かった。1発、2発の3発、4発。あら、ちょっと待って、違うんですよ。ごめんなさい。いや、本当に申し訳ねえ。一発、なんで立ってんだよ。納得いかん。ちょっと、ジャスト回避。いや、まあ、今がジャスト回避じゃないな。おい、消えた。ちょっと待って、とりあえず、痛い、スキルに発動しといて、はい、止めといて、で、ブルーノには握らせない。ジャスト回避からのスキル1。どうなってんだ?ちょっとね、リベンジ。違う、任せろって打ちたい。スネーク。くー、勝ったけどなんだろうな。ありがとうございました。あ、押せねえ。じゃあね、ラストやっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。バジャーヒルバスターですね。あのまま終わるわけにはいかないということで、リベンジマッチ行きましょうか。あ、ちょっとね、でもな、ごめん、ロジャーしんどいかもしれない。どうしたものか、ナイスカボチャ。これスキル1打ってもよかった気するな。ジャスト回避、一発二発からのここスキル1発動。はい。おー、いいじゃねえか。3人?違うわ、1人だ。ジャスト回避、あー。痛い。いや、というか、今回のメダルの強みをお見せできてるかが、ちょっとわかんないのね。ちょっとじゃあ、もらいましょうか。違う。やりたいことと違う。これ、親父界隈の、多分、親父に怒られそう。なんだね、あのスキル1の使い方はって。大丈夫。じゃあ、お菓子を立ちなんどいて、ジャスト回避、一発、二発の三発。50杯引けないか。一発、ここじゃあスキルに打っといて、はい。外に出てくれるんだったら私、状態以上付与しちゃうぜ。一発、一発、ワンダウン。で、ここもスキル1打っちゃって KO と。
美しくはなかったですけれども、まあ泥臭くやっていきましょうか。バジュラング残ってそうだな。あ、ちょっと歌ちゃんと一緒にダンスしながらバジュラング来るな。よし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 。もう恐怖のキャラはいないかな。シャンクスぐらいか。じゃあここで見守っときながら、はい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 。多分大丈夫だね、あそこは。あ、でもなんかしときたいな。なんか、どうしようかな。まあ、スキルは使わずに倒せたらって感じですか。ここじゃスキルに発動しといて。ナイス、チャンクス落としたのでかい。ジャスト回避。一発二発の三発。よーしよ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 し。で、ここ、ウタちゃん取ってくれてる。いい流れだ。これも、ワイルドシロちゃんやります。ここじゃ、ジャストか、一発二発の三発四発でダウンス。何？全部私じゃん。ちょっと待って。裏がやばい。どうしよう。私やられた方がいい。ジャスト回避、押してるって納得いかんけど、まあまあまあしゃあねえな。まずは歌でいきましょうか。今のジャスト回避じゃなかったか。あ、ブルーノです。本当にブルーノトラウマ。C 地点スネークがあそこで見てくれてるっぽいんで、私はカボチャ打っちゃおっか。あ、ごめん、かぶっちゃったね。これ間に合うか。ズザザザンっていきたい。あ、いいね。お宝を守ってください、ブルーノです。一発二発、ジャスト回避、一発二発の三発で、ここ取っといて、で多分カボチャが間に合うはず。一発、ここスキル1、ジャスト回避は無理だけど、ここは守れる。うん、いける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 。よし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 。うん、ゲイ、ありがとうございました。おお。